皆さん、こみるん。オラコメスタミスアミゴーズ。おはようございまーす。ブエノスディアーズ。実は今日は5時半に起きて、ちゃんと準備をしてました。えらーい。選手権なんだけど、今日は、一応ぼっち。一人で。一応、事務所のね、ワクターのメンバーにも、もし、モノマネが、ね、できる方は、よかったらいつでもお越しくださいと、言ってありますので、まあ、来るかわかんないですけども、よいしょ、一応配信用のね、ディスコードに、入っておきましょう。ちょ、来てくれるかはわからない。でもね、でも、誰かが来てくれると、信じてね。何の準備をしてたかっていうと、このね、イラスト描いてた。朝5時に起きて、このイラストを描いていました。あひょ。のいしょの。あ、いける。バーバス。あ、待って。来た。みえちゃんは何をされてるんですか。あ、あひょ言ってましたけど。え、あれ、リアちゃん、みんな来てくれた。絶対誰も来ないと思ってた。いや、ちょっと私も全然モノマネできないんで、全然来るつもり全くなくて、いや、誰か来てくれるだろうと思って来るつもりなかったんですけど、うん、あ、これもしかして誰も来てねえなと思って、あまりにいたたまれなくなってしまって。優しい、アマブレー。優しい、リアちゃん。お前といいやつだな。急に減塩してたけど、誰も来てない、もしかして。ねえ、なんで、ね、なんで誰も来てくれないんだろうね、リアちゃん。朝早いから、朝早いからきっとそうですよ。そうだよね。そういうことにしとこう。本当はモノマネとか何もできないのになんか、うん、でもこれは、みやちゃんの、みやちゃんの、とつ企画を、ゼロで終わらせるわけにはいかない。優しい。めちゃめちゃ優しい。みんな、リアちゃんはとても優しい子です。リアエス、ムイムイ、アマブレ。じゃあ、まあ、来てくれたということは、なんか、用意してきてくれたんだろう？なんか声真似っていうか、私は、メイドちゃんの真似をして。え？マジ？しようかなと思って。でも、みゆちゃんもなんか聞いたらわかる気がするんですけど。ほんと？オッケー。ちょっと、楽しみだな。はい、じゃあ、いきます。リアちゃんのモノマネまで、3、2、1。筋トレをしましょう。ジムに行きましょう。筋肉が全ての悩みを解決してくれますから。この世のほとんどの悩みは筋トレで解決できるってこの本にも書いてます。この本おすすめなんで送りますね。リアちゃん、あの本ちゃんと読みましたか？ダメです。捨てないでください。ちゃんと読んで。あ、似てる。あ、でもみんなはね、多分わかんないと思うけど、これはマジで似てる。ムイシミラール、とても似てます。いや、じゃあ最近どうすか。またなんか減らってますか。じゃあ筋トレしましょう。あ、でもせっかくだから、じゃあなんかリアちゃんができそうなモノマネをお願いしてみようかな。モノマネ、うん。そんなやったことないですけどね。なんか逆にあります？あ、大丈夫。私も全然似てなかったけど。確かにさっきアヒョアヒョ言ってえ、あれはでも似てたくない？いや、ちょっと。おい。リアちゃん、結構声高いから。ハム太郎とか。って、ハム太郎。ハム太郎とか、いけるんじゃない？ピカチュアぐらいの方がギリギリ。え、誰？ピカチュアぐらいの方がギリギリ高さ的にいけるんじゃないですか。
オーケー。じゃあピカチュウ、やってもらおう。クリーチャーみたいなのがいた。誰誰。そんなのいない。ハローだよ、ハロー。ガンダム、ガンダム知ってる？いや、ちょっと見ないですね。あ、ガンダムにはこういうのがいて、なんかずっとロボットだからリアちゃん、リアちゃん、リアちゃんみたいな喋り方する。本当に似てます。じゃあピカチュウやってもらおうかな。これがね、これがあのワクター式の洗礼だから。そう、パワハラ。これがパワハラっていう。じゃあ行きます。リアちゃんのピカチュウまで3、2、1。ペコペコ。え、いけるやん。すごい似てる。やった。今の大丈夫でした？よかったよかった。めっちゃ似てたよね、みんな。セーフセーフ。あ、もう100点だったよ。ほら、みんなもでも100点って言ってる。じゃあ最後に一緒にコイキングのモノマネして終わろう。コイキング、私声聞いたことない。コイキング教えてあげる。みなちゃん、コイキングのプロなんですよ、実は。え、いくよ。はい。はい、リアちゃんと一緒にコイキングやりたいなと思って。いいでしょう。やった、やってくれるの？今のが本当にコイキングの声だったら。え、これ本当にこれ。そう、お願いします。せーの。ありがとう、リアちゃん。嬉しい、一緒にコイキングできて。微妙な気持ちですが、お疲れ様。ありがとう、リアちゃん、本当にありがとうね。失礼します。バイバイ。リアちゃん来てくれた、みんな。びっくりなんだけど。いやー、いい後輩を持ちましたね。あ、お釣りやー。優しい。リアエスムイムイアマプレー。